綾瀬車両基地。綾瀬車両基地は、東京都足立区にある、東京地下鉄、東京メトロの車両基地及び、車両工場の総称である。車両基地の綾瀬建区綾瀬建区車両工場の綾瀬工場、綾瀬工場から構成される。千代田線の車両が所属している。最寄り駅は、北綾瀬駅。本車両基地は、綾瀬駅から北に、 約 2.5km ほど離れており、その引き込み線を旅客営業用として千代田線北、綾瀬支線として使用している。北綾瀬支線の終点、北綾瀬駅を直進すると、綾瀬車両基地に至る。敷地は南北方向に7 5 0ル、東西方向に1 9 0メートル、面積14万1 8 1 0ルの広大な敷地を持つもので、 現在も東京地下鉄として最大の敷地を持つ車両基地である。この車庫用地はもともとが田畑や沼地などの出現地帯であったため地盤が非常に軟弱であった。このため、千代田線建設工事で発生した残土を用いて2.5メートルの盛土をして造成を行った。また、用地買収を行った際、 地権者との条件から付近に駅を設置することと、横断歩道橋を設置することが条件とされたため、綾瀬県尺の最南部と中央付近に横断歩道橋がある。なお、中央部の横断歩道橋については2014年に地下道に代替され、撤去されている。なお、前述した駅の設置条件は、北綾瀬駅を設置することで、綾瀬北綾瀬駅間を1979年、 昭和54年12月20日に正式に旅客営業船として開業した。1969年昭和44年9月に準備事務所として発足し、12月に綾瀬建区として正式に発足した。当初は千代田線車両のみを担当していた。有楽町船開業後は同船内に飯田橋建区が設けられていたものの、 同線用の7線系の主要な検査業務は、綾瀬検査区で行っており、車両の留置場所の確保も兼ねていた。1987年、昭和62年の和光検査区解説後、これらの役目は同社庫に移管されている。現在も有楽町線や福都新線、南北線の車両の新車搬入の各種整備や、報道向け公開は、本検査区で行われている。 隣接する綾瀬工場への入場のために、有楽町線、副都心線や南北線、埼玉高速鉄道の車両が入りする。最終的な収容計画は以下の通りで、重量編成41本、410両である。ただし、現在も余力があるため、留置線はすべて付設使用していない。2015年。 平成27年8月9日に新木場に改装され廃車になった。なお、同年1月28日の運用を最後に運用を離脱していた。1971年、昭和46年7月に綾瀬工場が発足した。千代田線、有楽町線、福都新線、南北線、埼玉高速鉄道の車両の検査を担当している。 従来の A 団では1路線1工場を設けてきたが、将来的に他路線の検査も受け持つことを計画していたため、年間研修能力1500両程度を持つ工場として作られた。綾瀬工場が設立された当時の法定検査周期は、重要部検査が1年6ヶ月、または走行距離25万キロメートル以内、全般検査は3年以内であった。その後は、 検査周期の延長が行われ、現行の1999年、平成11年3月改定以降は、重要部検査が4年、または、走行距離60万キロメートル以内、全般検査は8年以内となっている。このため、現在では、この試行能力は不要となっている。入り出場船、工場建屋は、縦に5両まで入線でき、左右に5両分ずつの仮置き場があり、 天井クレーンを使用して車体は仮置きされ整備される。整備対象の機器は取り外され、それぞれの担当職場へと運ばれる。研修能力を高めるために工場内は流れ作業で検査作業を行えるよう合理的にレイアウトされている。工場は山側に機器職場主制御機、補助電源、一般電気、パンタグラフ、都平機器の各職場を海側に 台車職場、電動機職場、駆動装置、車輪職場を配置する。当初の計画では、将来の受け持ち車両の増加時に、工場建屋の南側に、トラバーサーを設置し、車体職場を設置することや、工日の53から55番の奥に、車体検査場を設置することを計画していたが、現状では、その計画はない。なお、本校では、 北綾瀬駅方面から入庫する列車から見て、左側を山側、右側を海側と呼称する。北綾瀬駅を直進するとそのまま、車両基地に至る。この引き込み線は40.42番線と呼称され、その両側に引き上げ線39.44番が合流する。そのまま直進すると山側に、綾瀬工場への引き込み線が分岐する。 左右に1番目の留置線群が分岐する。山側では1から4番線、10両分、5から8番線、10両編成2本分、9番から15番線、10両分の各留置線を付接する計画であった。現状では6から8番線は1本分だけが付接され、1から5番線は未付接で欠板とされ、一部は保線用機材線として使用されている。 反対に海側では16から24番留置線、重量分と、車輪転作線、25番線、重量編成2本分、が分岐する。転作線の近くには、補線作業線があり、千代田線工務区の補線車両の留置や、レール資材置き場が設置されている。40番42番線を直進すると41.42番線、車両洗浄機ありとなり、 そのまま直進すると山側より26から28番、留置線、29番線、木吹室、30.31番線、ガツ検査湖、32から34番線、列車検査湖、35番留置線、36から38番線は、車両線上線で、線浄台が設置されている。 前述の工場引き込み線は51.52番線となり、1番線留置専用地の隣から53番線、留置用、54番線、木吹室、5両編成用、55番線、整備室、重量編成用があり、56.57番線、工場樹樹線、5両編成用、1番山側には58番線、約500メートル長の試運転線を設置する。 当初段階では56.57番線で、編成分割後、54番線において、床下洗浄を行い、入場することになっていたが、現在、綾瀬工場では木吹作業は実施していない。54番線の反対には59番線、工場入り出場線となり、手前の掘ろしい投機場でホロと座席を下ろした後、入場する。他に60番線、 入れ替え機構、工場入れ替え用のアント留置線がある。本車両基地とは別に、反対側の集団駅である代々木上原駅の近くに、ある代々木公園駅付近には、重量編成8本が、留置可能な留置線がある。この留置線は、引き上げ線1線と反対に留置線8本を持つ、構造である。引き上げ線には、プールピットも有し、 車両の点検も可能であるが、日中や夜間の車両留置に使用するものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。